どうもこんにちは。今回ですね、前回100均キャンプということで100均のキャンプグッズで使えるようなものをご紹介したんですけれども、追加でいろいろまた買ったので今回はご紹介しようかなと思います。まず最初にこれですね。メモリがついてる入れ物、基本的に多分水とかを測るんだと思うんですけど、ご飯釜を前買ったのでちゃんと量が測れるようにしたらいいかなと思って買いました。普通にこの中にお米とかを入れればいいかなと思ったので、入れ物にもなるし便利かなと思います。こうやって蓋もついてます。こちらもほとんど同じようなもんなんですけれども、もうちょっとちっちゃい量りですね。結構味噌汁とか作りたいなと思ったんで、味噌とかちょうどいいサイズなんじゃないかなと思います。一泊するぐらいだったらこれぐらいで十分なんじゃないかなと思います。お米と、味噌とか、家から少し食べ物持っていくのにちょうどいいんじゃないかなと思いますね。次が器、ご飯と味噌汁。やっぱり食べ物を食べるのにある程度器がいるかなと思いました。で、割れないやつですね。次が片手鍋になります。ちょっとこうシールを剥がした跡が残ってますけど、サイズとしてはもうほんと一人用みたいな感じなんですけど、これだけ食べれればお腹いっぱいになるんじゃないかなっていうようなサイズです。で、これは100円じゃなくて150円、でも150円でも安いですよね。これ普通にデパートとかで調理器具を買ったらもっとすると思います。前回家族全員のキャンプでコーンスープを温めたんですけど、それぐらいしかまだ使ってないんですが、全然汚れてもないので意外と頑丈なのかもしれません。次が、2本セット、これともう一組あるんですけども、ステンレスの箸です。ステンレスだったらね、やっぱり洗いやすいんでいいかなと思ってこれにしました。で、ステンレスなんですけども、中がどうも中空になってるらしくて、中が管みたいになってるような感じなので意外とね軽いです。なんかこうステンレスのこの銀色の感じっていうのがキャンプっぽくていいですよね。次が、以前七輪でサンマを焼く回で出てきたおろし金。すごいちっちゃいおろし金なんですけども、岩塩もガリガリ削れる感じでした。場所も取りませんしね、こんだけちっちゃかったら。ちっちゃすぎて大丈夫なんかなと思ったんですけど、全く問題なかったです。で、次がちょこちょこ登場はしてたんですけども、鍋とスキレットに使える、鍋の蓋。この鍋の蓋だけはダイソーじゃなくて、どこだっけな、セリアですかね、で買いました。ダイソーはなかなかこのサイズの鍋の蓋がなかったので、別のセリアという100均で買いました。次がステンレスのプレートです。これはまあ単純に食材とか入れられるかなと思って、これもテープの跡がまだついてますけども、食材を入れたりご飯を食べる時とかにいろいろ使えるんじゃないかなと思います。まだ使ってないですけどね、まあ、いつか使う時が来るでしょう。次がコンテナですね。この折りたたみができるっていうコンテナです。普段はこの状態で、お値段は200円ですね。1個大きいサイズが300円でした。組み立てるのもすごく簡単なので、こういうコンテナですね。こんな感じでちっちゃいものを入れるのにはいいのかなというような感じです。ただこれですね、ありますか、すごい、もうここも外れそうなんです。組み立てても結構外れそうというか、でこうぐにゃぐにゃしてるんですよね。なので見た目はいいんですけども、買ったけど意外に良くなかったのがこれですね。だいたい車の中に入れっぱなしにしてるので、こういろいろ揺られたりとかして、だいたいですねどっかが外れちゃってるような状態です。でこれが200円するん でもう一個大きいサイズは300円するので、これを買うんだったら、例えばホームセンターとかでもうちょっとというか、もう2回り3回りぐらい大きいやつがだいたい500、600円ぐらいで売ってると思うんですね。折りたたみできないコンテナになっちゃうとは思うんですけども、
特に折りたたみする必要もないですよね、荷物入れちゃうと。なので、もう5、600円ぐらい出してしまって、そういう大きな折りたたみできない頑丈なコンテナを買う方がいいんじゃないかなと思います。これはちょっと安物買いのっていうやつになっちゃいました。ということで、だいたいこれで1000円分ぐらいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、8点が100円で、これが150円で950円、950円でこのコンテナが200円で1150円。このコンテナは本当にいらなかったんじゃないかなって感じがします。そういうことでですね、前回の100均グッズ、それと合わせてだいたい2500円ぐらいで、ある程度一人でソロキャンプ行く時の簡単なグッズは揃ったんじゃないかなと思います。まだ細々したところは出てくるとは思うんですけども、とりあえず一人で1泊2日でキャンプに行くぐらいのものであれば、これで大丈夫なんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。それとですね、以前ワンタッチテントが壊れたっていう動画を出したんですけれども、メーカーの方にですね、一応確認はしてみました。メーカーというか、その販売店に確認はしてみました。で、ネット通販のお店だったんですけれども、結果としては保証はなしという結果になりました。修理に関してなんですけれども、修理をしようと思うと、その修理のためのポールを何十本と在庫として持っとかなきゃいけないと。で、海外からの輸入品なのでそれはできないっていうような答えだったのと、あと保証なんですけれども、到着後1週間の初期不良のみの交換ということで、まあまあそれはですね、1週間じゃ使わないだろうっていうような考えもあるんですけれども、まあそれがお店の方針なので、まあしょうがないんじゃないかなと思います。本来であればね、やっぱり1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月3ヶ月ぐらいは保証が欲しいかなっていうようなとこなんですけれども、まあまあそれはお店次第だと思うので、まあ今回はしょうがないということで、新しいテントを皆さんのコメントをもとに探してみようかなと思っているところです。とりあえずこういうものは揃ったんですけれども、これからそのソロキャンプみたいなことをしたいと思っている人も多分いると思うので、僕が今一番足りないと思っているもの、足りないと思っているものなんですけれども、まあもちろんテントも今ない状態ですし、椅子とか棚だったりとかですね、そういうのもないんですけれども、それより一番必要だぞと思うのが照明器具が多分一番大事だなと思いました。キャンプ場に行くと本当にですね、明かりが全くないっていう場所もありますし、例えばランタン1個、あとスマホの懐中電灯機能を使うとか、まあ、そういうこともあると思うんですけれども、それぐらいの明かりだとですね、ちょっと暗すぎて正直何もできないっていうような感じですね。テーブルの上ぐらいは照らせるんですけども、周りが一切見えないっていうことが結構あるので、多分その照明器具に関してはすごく明るいものを、もう値段が張ってもいいので1個だけ持っとくとか、でも多分それよりももう安い照明器具でもいいから、とにかく数を揃える、4つ5つ6つぐらい持っていくっていう方が夜は過ごしやすいと思います。結構ですね、こうやってご飯を作るためのグッズとかも揃えたんですけど、ご飯を食べてお酒を飲んでしまうと、もうあとは寝るだけっていうような感じだったりするじゃないですか。で、だったりするんですけども、お酒をゆっくり飲みたいとかっていう時に、なんかこう暗い中で一人でお酒を飲むのって結構寂しいものがあるんで、やっぱりある程度の明るさがいるんじゃないかなと思います。子供と一緒に行く機会がこれからどんどん増えていくと思うので、キャナメルちゃんがですね、結構やっぱりキャンプに行きたがっているっていうのと、あと見てくださってる方がやっぱりキャナメルちゃん可愛いねって言ってくれるのが嬉しいというところもあるんでですね、これからどんどん一緒に行きたいなと思ってるんですが、大人はいいんですけど、子供はね、やっぱり暗いところは嫌がるというか怖いっていうところもあると思うんで、照明器具だけはそうですね、4つか5つぐらいはこれから買い揃えようかなと思ってます。キャンプ動画というよりはキャンプ画像、インターネットで検索した画像とかって、夜のキャンプしてる人たちの画像をよく見ると、やっぱり照明器具っていうのがですね、いっぱいあるんですね。
なので照明器具の重要度っていうのが最近よく分かってきました。ということで、これからどんどんまたキャンプ動画も出していこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。